長期収容政策をやめろ。人権を守れ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 。長期収容によって非常に精神的にも苦しんでいるし、リーバック・マールさんなんかはそれを苦にして自殺してしまいました。これは本当に大きな問題だし、人権侵害です。長期収容今すぐやめろ。長期収容今すぐやめろ。人権侵害今すぐやめろ。人権侵害今すぐやめろ。この日本の排外主義の姿勢、国連から何度も何度も勧告されているんです。いい加減に直していかなければならないと思います。俺たちも動きますから、私たちも動きますから、こっちも頑張ります。長期収容やめろ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 。ディーパック・マールさん32歳が死んじゃったわけです。夢を持って生きてる若いお兄さんが何にも日本に来ていいもんも何も食えずに9ヶ月間収容されて無期限ですよ。こっちからしたら9ヶ月だけど、彼にしたらあと10年続くかも分かんないわけですね。無期限だから。だからもう追い詰められてシャワー室で自殺されたというふうに警察発表になってるんですね。でこういうことをこれ以上続けることはもう日本社会として我々の税金でこう運営しているわけですから、それはやはり黙っていてはいけないと、そういう思いの方が集まったんだと思いますね、はい。